おじさん、あなたこそが、なんとかなんです。ね、これどういうこと？なんだって？あなたこそが、って言ったんです。え？なんだって？ごめん、ちょっと難聴になっちゃった、おじさん。歳かな。見て、あそこ、あれは何ですか？ドローンか？軍かな。しまった、やはり防衛部隊がここにいるのなら奴らもここにいないわけがない。マリ、全ての車両を解体し散乱させる。ばらまくんですか？そうだ、火の鳥の道場だ。つまりこの場所はすぐに火の海になる。列車が全て破壊されないように車両を分ける。おじさんはどうするんですか？すぐにステルス機能を使って列車から遠くへ離れろ。話は生き延びた後だ。軍からも見放されたってこと？おじさん、奴らって絶対孫少佐とかのことやんな。ボス戦か。あの潰れた言葉っていうのは多分3ナビなんじゃないかな。おじさん自身が多分3ナビの複製か何かと思ってるんだ、僕は。勝手に。それ、おー、その早かったらあかんのね。自分、おじさんが3ナビやっていう気づかせるワードが誰か喋った時は聞こえんようになるんかな。誰が何のためにそうしてるか分からへんけどね。そこら辺の謎が分からへんけど。マリちゃんも教えようと思っても教えられへんのかな、もしかしたら。やるな、火の鳥やるな。やめてくれ、ペク大佐。仲間だったじゃないか。多分中にペク大佐いるんでしょ。ひー、怖ーい。イエイ、ナイス。おお、なるほど、当てたらええんか。なるほど、これを当てたらええんや。あのでかいやつね。小さい箱とでかい箱があんな。オッケーオッケーオッケー。でかい箱持ってあいつに当てたらええわけや。かっこしろ、火の鳥。鋼鉄の鳥とかの方がいいと思うよね。火には見えへんよ。火を吐くからってこと？どこ行った？うわぁ、だいぶ遠く行っちゃった。危ない。ちくしょう、ここは一回押したら終わりか。危ない。ちょっと待って、ライフやばいです。あ、あと一発ぐらいで死ぬ。いや、そうでも、あと二発ぐらいで入れるか。あー、これ回復飛んでるはずやから。ちょ、ミサイルやってくれるぜ。こいつ強いわ。この箱の中に回復もしくは攻撃用の弾が入ってるんだよな。赤いやつが攻撃用で緑色が回復っぽい。これね、これ赤いやつ。はい、敵の攻撃でコントラ破壊してもらうか、僕の攻撃でコントラ破壊する必要がある。破壊してる間に攻撃されたら結構痛いな。ただ回復が結構散らばってるから体力的に死ぬことはあんまないねんな。落ちるのが一番怖いね。あー怖い。よし、攻撃用の弾ください。で、上に打ち上げ倒す。いや、ナイス。はいはい、これも破壊して、えい。うん、何も出てこめた。何も出てこんことあんねや。よし、これミサイルね。ミサイルは火花飛んでくるわ。気をつけろ。飛んでこえたか。よいけ。よし、溜まったな、今。溜まください。うぅ、たよし、回復も拾った。おっ、おっけ。結果おらい。たまたま。えい、落ちんなよ。もう一つ溜まるから。よし、連続攻撃。これはでかい。はい。弾作っとこう。オッケー。これ第2形態っていうか、まあ何が変わったか分からへんけど、とりあえず一息つけるやつね。はい、回復か。やっぱ弾も出てきたな。オッケー。弾たよしよ。オッケー。おじさんも爆発食らってるけどな。今の感じやと第2形態入ってからだから敵の追尾が性能上がってんねんな。ここら辺から僕先から死んでんねん。
大丈夫大丈夫大丈夫、回復もした、いいよ。ちょっと足場がないのが怖いんですけど、よし来た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 、ちょ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 、よしよ、敵来い敵来い敵来い、言っといて、そうか、そう、いい変化か、取って、いいよ、食らえ、ナイス、よしよしよし、もう倒したいぞ、そうそう倒したいぞ、結構強いからこいつ、弾が出てこない、弾出てこない、あー怖い、弾あるよ弾あるよ、上に上に弾あった、よし食らえ、ナイス聞こえてるやろ、損傷さ、もしくはパク大佐かもしれん、味方だったじゃないか、状況分かってるのかな、もう敵が将軍、も昔の元上司だったってことは分かってると思うけど、倒したか、よし倒したっぽいな、乗ってたんかな、ペク大佐か孫少佐、よくあれを爆弾に使おうと思いましたね、今更だけど、おじさん。おじさんって、もともと、そんなに戦闘マシーンみたいでしたっけ？もともとってどういうことだい？このゲーム始まった当初から、戦闘マシーンみたいな側面はあった気がするけど。話題を変えるのをやめろ、マリン。まだ話は終わっていない。なぜ私のことを知っている？教えろ。自分でわからないんですか？私の質問に質問で答えるのはやめろと言ったはずだ。マリ、お前は、サンナビと繋がっているのか？あのクソサンナビは、何？あれとは全然関係ありません。本当のことを教えろ。私が冗談を言ってるように見えるか。私たちは何の関係もないと言ったんです。私たち。それならどうして私の娘のことを知っている？よく考えてから答えた方がいい。それは難しいかもしれません。何？この電車、燃料切れになってしまったみたいです。教えてくれへんな、なかなか。だから、しっかり捕まって。もう、じれったい。じれったい。おー。なんか今めっちゃ映像綺麗やった。あ、中入ったんや。あんまよう動くな、このゲーム。ふぅ。これでも緊急着陸システムはまだ生きてましたね。私のおかげで助かりましたよね。マリ、まだ冗談を言う気か？どうでしょう。今は私にもわかりません。私は、マリ。どうしたどうした、マリちゃんマリちゃん。どうした、なんか毒ガス流れてる？あー、上。酔っちゃった？おえー、マリ、大丈夫か？どうしたんだ？どうしたんだですって、わからないから聞けるんですよ。毒ガスか？おじさんワーカーから聞いてへんってこと？これは？ああ、どうした？すいません。ちょっと酔っちゃって。絶対ちゃうや、なんか。なんかあったやろ？あ、ここが、マゴ本社です。ここのどこかにサンナビがいるはずです。手分けして探してみましょう。手分けすんの？マリ。ごめんなさい。ちょっと、一人になりたいんです。何も教えてくれへんやん。マリちゃん、何も教えてくれへんやん。ちょっと、もう、分かってんねん、プレイヤーは。おじさんがワーカーってことは。
一体何が何だか。なんでそんな隠すんや。気持ち悪あの銅像。センス悪すぎやろ。静かすぎる。毒ガスじゃなくて単純に酔ったんかな。すんごい動きしたから。で、ワーカーのおじさんは別にロボットやから気持ち悪くならへんとかそういう感じ。何これ。なんか入ってきちゃった。ここは休憩室か？先が一本、少し前に誰かが飲んでいたのか。だが、ここには誰もいない。さっきまで生きた人間がいた。まあ、ちょ、これ次回にしましょうか。はい。ありがとうございました。いや、なかなか、教えてくれへんな。はい、どうも、コマでーす。やっていきましょう。なんかさ、この、サンナビの動画シリーズ、コマラさん毎回なんか、動画の途中で切ってるような。なんて言ったんやろ。じゃあ今回、ここまでにしましょうかって言って切って、いきなりどうもコマラでーす。始まって気がする。動画の途中で。あ、どうも。まいちゃん。ちょっとトークしながら進もうと思ったらイベント始まったわ。マーリ、ここで何をしている？ただ、探し物をしていて。一人にしてください言ってたやん。ここには何もない。本当にサンナビはここにいるのか？そうです。確かか？はい。マリちゃん。サンナビが本当にここにいるのなら、軍隊もここにいるはずだ。だが軍隊どころか、人の影すら見当たらない。これは、どういうことだ？そろそろおじさんブチ切れるんじゃん。マリ。マリ！私はお前を信じてここまで来たんだ。本当のことを教えてくれ。本当に、サンナビがここにいるのか？そうです。確かにこのビルを通してシグナルを受信したんです。サンナビはここにいます。嘘ではありません。今探していますから、分かったら知らせます。いやー、何考えてか分からへんな、ほんまに、マリちゃん。サンナビは結局人なんか？サンナビプロジェクトっていうワードが出てきてからどうしてもなんか、人じゃないものみたいなものやと思ってんねん今日な。むさん？これはなんだ？SOS。虎の勲章とかあったな。ワーカー17287システムオンライン。このプロジェクトは理事会で承認されたロック解除。お？なんだ。17287ってあれやんな。おじさんの番号やな。前回でかいロボットで言われた時と同じ番号な気する。わあ、映画館や。ここで映画見よう。はあ、でっかいモニターもあるし、机の上にも小さいモニターあるやん。ちょっと視力悪い人にも配慮されてる。こんな映画館があったらええな。最近マジでコマさん、後ろの方で映画見るときさ、ちょっと見えへんかったりすんねんな。同居を試みた同期に失敗。同居を試みています。同期に失敗。警告。異常に活性化したプロジェクトが1体見つかりました。おじさんのことやろな。ターゲットモデル、ワーカー17287。ここら辺で気づかへんの、ちょっとおじさん察し悪すぎじゃないと思うよね。信じたくないんかな？ワーカー？同期状態に不具合があります。プロジェクトが応答しません。手動シャットダウンが必要です。シャットダウン、しますか？絶対押すなよ。イエス押すなよ。おじさん、さすがに勘付け、そろそろ。廃用したやんな、これ。承認 SOS を終了します。あかんて、あかんて。なんだ。ああ、唐突な自害。おじさん！どうなんのこれ。あ、お、お。なにこれ。あれ人間か？エラー。どうなったやん。これは、一体？
この下へ。まだ暖かい。どうして急にこんな。さあ、どういうことや、これは。普通に考えたら電源切れて、割と時間が経った後に再起動したって感じになるんじゃないの？普通に電源切れて再び目覚ますとしたら。でもこれは、どっちかっていうと過去っぽい感じするよね。人がここでいっぱい死んでるって。マリちゃんいる？どういうことや、これは。実際、孫子にはでも人はいたってことやな。さっきまで見えてなかったんかな。血生臭いな。マリ。マリいる？マリ、マリ、大丈夫か？さっきまで見えてなかったんや。マリちゃん気分悪くなったんはそこら中に死体があったからや。この死体が見えるか？どこからともなく現れたんだ。マリちゃん大丈夫？めっちゃ気分悪そう。ああ。これですか？見えてるんですか？見えてます。なんだと。何か、フィルターがオフになったみたいですね。何をしたんですか？フィルター？何を言っているんだ？説明しろ！どういうことや？おじさん、気になるのはそれだけですか？フィルター？今更ですか？どういう意味だ。三波の居場所が分かりました。このビルの建物の地下にいます。こんだけ登らせといて下行くんや。何？地下です。おじさんが探し求めていた三波は地下にいます。それしか頭になかったんじゃないんですか？私はこれから、マリ！どういうこと、どういうこと？マリ、一体何がどうなって？なんだ。お、生存者を検出。おお、ただのオブジェじゃないよ、それ。指定された期間が過ぎました。まだ生存している幹部は全員速やかに命を絶ってください。この決断が難しい場合は、アルコールかドラッグを少し摂取することをお勧めします。少しじゃ足りんよ、自決すんのに。本当に、混沌としているな。最終解決プロトコルが開始されました。これには孫役員全員の自殺も含まれます。なんなんや、孫グループで。お前はこの年で何が起きているのかすでに知っているな。これ周りの死体全員自殺したんか？でも、おじさんも知っていたんじゃないですか？孫が、大逆の証拠をすべて隠滅し、町全体を自殺に追い込もうとしていること。もし朝廷に知られたら、あらゆる血族は皆殺しです。単に全員を自殺させた方がずっと安上がりでしょうけど。大逆だと。対逆か、対逆かな。人格のデジタル化技術、違います。おじさんの存在自体です。わからへん。どういうことだい？おじさんの存在？お前の正体は何だ？私？私は私、マリです。それよりもその質問は、おじさん自身に聞くべきじゃないですか？おじさんは誰なんですか？どういうこと、どういうこと？わー、キモい。生存者の自殺拒否を検知と、今そういうところじゃないんで、こっちの話ちょっと気になってるんですよ。最終解決プロトコルに基づき、生命没収の手続きを開始します。命は没収するもんちゃうわ。
輝きそう。羽生えそう。羽じゃないもんが出てきた。めっちゃ中二やん。わー、キモ。あれ、孫、いやー、孫少佐が投げたやつやと思ったら出てきた。孫さん。少佐。孫少佐か？ここで何をしている？お久しぶりっすね。どうなるんやこれ。お嬢さん。え？娘？え？なんで来たんですか？はぁ、あ、マジか。そりゃこっちのセリフっす。なぜお嬢さんがこの都市にいるんすか？入り口すらないこの奇妙な施設にどうやって入ったんすか？どこにいようが私の勝手です。お姉さんこそここをどうやって見つけたんですか？他にどうしてここに来る理由があるんすか？お嬢さんを迎えに来たんすよ。軍隊は私のせいで派遣されたんですか？正確には違うっす。詳しくは言えないっすけど、まもなくこの都市の原子力発電所は爆発するっす。だから軍隊が派遣されたんすよ。護衛するっす。さあ行きましょう。私は行きません。待て待て、止まれ。孫少佐、おおおお、孫杖。隊長、よくも私に触れようとしたね。ちょうどいい、ここで終わりに。やめてください。いいから、おじさんを解放してください。おじさん？今おじさんと呼んだんすか？ごっこ遊びか何かのつもりっすか？言う通りにしてください。意地を張っても無駄っす。今でさえ私の権限で全ての手続きを無視してここに来たっす。事態はマジで深刻っすよ。お銃、私だってマジなんです。お嬢さん、その小さな爆竹で何をどうするつもりですか？損には効かなさそうやね。ああ、解放してください。おじさんは行かなきゃいけないんです。地下へ。おじさん、混乱しますよね。今は訳がわからないと思います。全然訳わからん。どういうことなんや？なんで娘が生きてて。ねえ、もうこれ、娘ってことやろ？マリちゃんが。わけがわからないよ。でも、一つだけ覚えていてください。サンナビです。思い出して、サンナビにたどり着くために、ここまで来たんです。サンナビを探し出して、そして、復讐を果たします。最後までやり遂げることが大事なんです。歌へんよな、これ。歌へんよな。なんか打ちそうな雰囲気出てるけど。マリ。はぁ、あ。ちょ、あ、やめて、やめて。もう二度と現れるなよ。冷たい。あの頃の、あの頃は私たちこんな関係じゃなかったじゃないか。うわぁ。うわぁ。はい、めっちゃ強いやん。すいません。反射的に謝っちゃった。ブラック企業で働いた時のこと思い出したらなんか知らんけど。どういうことや。これはサンナビにやったらわかるんか。これ地下まで直通やったんや。
近くにこんなエレベーターあったんやね。おじさん大丈夫か？もうなんかようわからんけど精神的にボロボロやろ。プレス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 。なんか無敵の人だと思ってたのに、ね、部下にボコボコにされて、わー、おじさん。大丈夫ですか？プロテクターっていうのもな。もうやる気なくした？おじさん？おじさん？それは何のスイッチなの？泣いてるんか？ここまで来たらとりあえず地下まで行かなあかんやん。あ、娘。行くしかないぞ。このままドットがいいよな、いい動きするよな、このゲーム。何を感じ取ったんや。行くか。サンナビ。帰んの帰んの。おじさん。おじさん、娘呼んでんぞ。帰ってどうすんの？もう行くしかないやろ。よう分からんけど真実知るためには行くしかないでしょ。こうズームで見るとおじさんめっちゃ腕でかいな。いつももっと遠目に見てたからな。え？どういうこと？どっちか選べってこと？これマルチエンだったりすんの？え、いや、下行くけど、空。空下行くよ。三度目の方行かな。復讐果たそう。え、マジか、なんでこんな選択さすんや、急に。上行っても絶対いいことないよな。下行っても嫌な予感しかせえへんけどさ。でも下行かな、真実わからん気がすんもん。行くぞ、おじさん。どうなるんや。うわ、人いるやんけ。チーフ、都心の過負荷率が 95% に達しています。発電所が爆発するまであとどれぐらいだ？およそ30分です。結構あんな。よし、このまま過負荷の状態を維持しろ。この街を滅ぼさなければならない。跡形もなくな。それが、魔王が生き残る唯一の方法だ。ということや。それに、こいつらもいずれ死ぬ予定なんかな。誰だ？ほら、サンダビいるんか。逃げろ、プレジュタ あ、おじさん無双。かっこいい。映画見てるみたい。怖え。さっきまで孫詳細にボコボコやったのに。プロジェクト停止コードを持ってこい。こっちに来るぞ。中で何が起きている。おお、演出かっけー。ああ、ひー、怖っ。落ち着けよ。手を貸すから。三度目のことで来たんだろ。お前は騙されてるぞ。三度目なんて存在しねえんだ。それが、もうちょっと話聞こうよ。
何も喋るな。これでええんか？また奥に誰かいそうやったけどね。サンダビなんて存在しない。明確な人間を殺す描写って初めてかもしれんな。今までロボットやったもんな。さあ、鉄の虎を。パパ、最後までやり遂げることが大事、大事、大事。サンナビ抹消。ミッション完了。これも全部プログラムやったってこと？プロジェクト停止中。え、バッドエンドか？え、僕選択ミスった？大事なんだ。最後までやり遂げることが。実績で今信じたい嘘を選んだって。うわ、終わった！バッドエンドや、あかんかったんや。嘘やったってこと？娘の記憶とか全部。戻って、マリの方に行くのが正解やったんや。え、ショックやねんけど、娘の存在嘘やったってことやんな。嘘やーん。マジかよ。今までだって、なあ、娘の復讐のたびにずっと頑張ってきたのに、おじさんの過去全部嘘やったん。もうパート1あたりとか、パート1、パート2あたりの、ペク大佐と孫少佐とかの会話とかも、あれも、偽物の記憶やったってこと。あれは、孫とかが、孫少佐とか演技してたんかな。それも、もう一歩のルート行ったらわかんの？まあこれはじゃあ次回にしようか。はい。じゃあとりあえず、ありがとうございました。次回、最終回かな？最終回になるかもしれません。